反カナイシンは、新末の官僚。字は金県。安記省六行県高官号出身。後に小江西県三河に移った。同校十九年に巨人となった。協里で断連を組織し、太平天国の鎮圧に参加した。その軍は、金谷座へと呼ばれ、祖国藩から戦いぶりについて、賞賛を受けた。同治元年に、チャンスーショーツネチンツーカイアチ。 不正しく組に就任、同治4年に軍を率いた北上し三島省の年軍を鎮圧し、三島不正市となった。同治13年には、雲南不正市となり、高所2年に順部に昇格するが運気総督、劉長介と会わず、翌3年に中央に呼び戻された。高所9年、ベトナムをめぐって、フランスとの関係が緊張すると、ナ南順部として防衛を強化。 翌10年に、神仏戦争が始まると、構成巡部として、ランソンに駐屯し、ドンマイ、国屯などの要衝に兵を置いた。しかし朝廷は徹底攻撃を主張せず、和兵を求めていて、李交賞も、勝っても進むな、負ければ尻けと、反課内心に密命を下していた。高所11年1月、フランス軍の襲撃で、ランソンが陥落し、反課内心は、 高生省の琉州に退いて罪をこうたが、朝廷和光を立てることで罪を償うことを命じた。2月、フランス軍が中越国境の沈南間を陥落させると脱海に、向かい、総元春を先方として沈南間の脱海に成功した。フランス軍は万有園から琉州へ攻撃を仕掛けたが、Y 軍と学軍に迎撃させ撃退した。 3月に入ると、表紙在ら諸章に命じて、陳南館から万遊園を奇襲。フランス軍は山荘寺に分かれて、陳南館に本格的な攻撃を仕掛けたが、2日間の戦闘の結果、フランス軍は壊滅した。新軍は追撃にかかり、万遊園を攻略。繁華内親は騎兵を率いて、乱ン,ンを陥落させた。さらに、y、軍と軍も、ドンマイ、国を占領したが、 朝廷はすでに和平の意志を固めており、反叶え真は解任された。兄弟一軍木こり、川山百戦相番位との秘下を残している。ありがとうございます。